最強選手バウアーを獲得した場合の留学とキャンプをどうするか考えましたが、バウアー獲得できてないから夢物語なこのシリーズ、続きを始めていきます。バウアーには、統率力の育成もしておきたいという思惑もあり、いろいろ考えましたが、結局今やっていることとそこまで変わらなかったバウアー育成案、早く見つけて獲得したいです。先検事しか、今現在、最強メンバー候補がいませんので、バウアーを探したい。ヨーロッパにはどうやら転生していないので、狙いたいところですが、どうなるのか。ここまで細かく複数の選手の育成を見ていきましたが、それである程度やり方が分かったので、同じように先検事を育てつつ、伸びしろがあるものをチェックしながら、練習メニューを定期的に変えていますが、だいぶもう伸びしろはない状態でした。キャンプで限界突破が先検事にとって、残されたことになっております。ということで先検事は置いといて、18年目。置いとくというより、キャンプしか彼を伸ばす道がなさそうなので、取れ高がないだけという感じです。やれることはのんびりプレイしながら、他の選手を探すこと。最高クラスのセンターディフェンダー、ディフェンシブミッドフィルダーを見つけたいところです。サンプルとして育てていた他の選手、星の光や奥村などもいますが、もう別にサンプルもいらないだろうと。彼らは結局、このクラブでスタメン組として活躍する役割をすでに与えておりました。一つの結論としては、しっかり育てた選手たちは、思っているより戦力になっているなという感覚です。ということで大事なキャンプですが、新たに追加した、ベオグラードに行きます。デメリットもそれなりにある場所ですが、競り合いやスタミナが減るというデメリットがあるベオグラード。スタミナはともかく、大きく下がる競り合いはロサンゼルスとポルトを間に挟むことで、お茶を濁す形にすれば、伸ばしたいものも伸びるしいいことが多いのではないか、という作戦です。実はセレゾン完成後のキャンプスケジュール、しれっとバウアー仕様に変えています。単純に順番を変えただけですけどね。グラスゴーやベオグラードに行けていなかったので、大改案として、ソフィアを使いましたが、ザグレブ、ポルト、ロサンゼルスという順番でした。まあ、そこまで重要ではないなというのもあって、しれっと変えております。この年はクルーマンが帰国、めちゃくちゃ優秀ですが、すでに留学を終えた段階で24歳と苦しいので、このまま普通にクラブで使います。能力的にはすごくいいんですけどね。文句なしのレベルで優秀ですけどね。やはりここは、さらにもう一段階上の、バウアーを求めたいなとは思っています。守備だけなら先検事とほぼ同じレベル、攻撃もハイレベルというクルーマンを普通に使うというのも贅沢な話です。その後、3月3週、パサーヤが現れますが、年齢的に強制転生。あれ？前もやった覚えがあるぞ。遡ってみると、ナンバー17で、クルーマンと共にリストアップ、転生の頻度が高すぎて、こっちに回ってこないのかな。転生するのはいいけど、18歳とかでリストアップしてくれれば間に合うんですけどね。その後は、バウアー、萩原忠、このあたりが出てきたらいいなと見ながらの生活ですが、なんかいるなぁ、すごい選手が。左サイドディフェンダー、カイドウですか。18歳、万世型なのでこのデータで一緒に育てられるんなら育てたいけど。サイドディフェンダーの選手のも見ていきますか。このデータで一緒に育てることは可能なのか、というところも見ないといけません。攻撃力はシュートが C なこと以外は一級品、守備は S ラクス、フィジカルは走力が最強、能力面は問題はないんですけど。
自分が気にしているのはそこじゃなく、この矢印のところ、サイドの適正ですね。センターディフェンダーではサイド適正を上げるようなことはしていないので、そこをどうするか？一緒に育てるとなると、正直カイドウのためにキャンプ地を変えたくはないわけで。左サイドディフェンダーに行かせたい留学先は、左の適性が上がるリスボン。リスボン留学させるとして、キャンプカー、センターディフェンダーのところに行かせてもいいのかどうか。カイドウにこの育成はいけるのか？左サイド適性を考えた場合、リスボン。いや、でも、これだとフィジカルがダメなようです。そもそもリスボンがフィジカル伸びないんですよね。ヤウンデ留学だとフィジカルと守備が伸びる。ただ、左が伸びないから悩む。んそうですね。リスボン留学はダメだな。カイドウのためにちょっと改良しましょう。カイドウ、ヤウンデ行きますか。カイドウの強いポイントでもある。フィジカル強化と守備などのスキル、サイドディフェンダーを、ヤウンデで上げて。帰国後は、先検事に付き合う感じで同じようなキャンプ地巡り、その後、メキシコシティでサイドの適性を上げつつ、他の足りないところなどを漆塗りする感じです。うまく共存できないなら、別なメモリーカードにコピーして置いておけばいいし、そんな感じで気楽に行きましょう。もともとこのデータを複数コピーして、いろんなポジションに対応できるようにしようとしていたので、無理に一つに合わせなくてもいいですから、大丈夫でしょう。その後、7月に入団、18歳なので、15年以上は育成できると思います。ついでにマルケにも欲しいけど、もうこっちはいいや、バウアーがいい。カイドウは次のシーズンで留学させるので、それまでは普通の育成ですが、すでにあまり伸びない感じが出ていました。万世だし、仕方ないのかもしれません。そしてバウアー型クラブに転生している様子もなく、何とかそっちの期待もしつつ、このシーズンを終えます。ということで、意識して育成する選手は、2人に増えました。カイドウはまだまだこれからですが、先検事、こちらはキャンプでのんびりとして育成で。ただ、先検事は一つ問題が起こっていたんですよね。いいのかな？まだ25歳だからいいんですけど。能力バーはいいんです。そこは大丈夫だけど、ポジションの得意度が。サイドディフェンダーみたいになっています。センターディフェンダーのところが青くなってほしいんですけどね。これは年々濃くなっていくので、大丈夫だと思いますが、ここをなんとかしないと終われません。バウアーは長年獲得できていないので、欲しいと言ったら取れるものでもないですもんね。出てきたらいいんだけどなぁ、取れればかなり世界が広がるので、ぜひとも、我がクラブに来てほしいです。ということで、カイドウが現れた、という回でした。どうしましょうね、ヤウンデかなぁ、ヤウンデでいいよなぁ。ちょっとまだ決めかねています。今回はここで終了します。ご視聴ありがとうございました。